こんにちは。お天気をお伝えします。こちらは今日大通公園で撮影したスノードロップの写真です。この花も春を告げる花の一つですよね。札幌は今日も暖かくなっていまして、最高気温は10度を超えています。ただこの後気温が一気に下がって寒くなっていきそうなんです。気温の変化を詳しく見ていきましょう。午後1時までは気温が9度ありますが、この後午後3時にかけて7度、5度と、この2時間で一気に4度下がっていきそうです。冷たい北風も吹きますので、午前と比べてかなり寒く感じると思います。この気温を下げる原因というのが雨が降ることなんですね。各地の詳しい予報を見ていきましょう。今の留萌の様子、雨粒がカメラのレンズについていますね。では時間ごとの天気、道央と道南です。午後は曇り空で、札幌など道央方面は午後3時頃に通り雨がありそうです。折りたたみ傘があれば十分ですが、北風に変わって寒くなりますので、午後の買い物には上着もお持ちください。太平洋側です。次第に雲が広がりますが、天気の大きな崩れはありません。最高気温は帯広で15度、広尾で13度と暖かくなりますが、空気が乾燥していますので、火の取り扱いに注意してください。道北とオホーツク海側です。留萌をはじめ道北では午後3時頃まで雨が降りそうです。風が強く吹きますので、傘を飛ばされないよう気をつけましょう。オホーツクでは今日も10度を超えて暖かくなっています。変わって今の札幌の様子、こちら空が暗くなってきました。今日の雨をきっかけに明日から寒の戻りとなりそうです。週間天気です。明日は各地で晴れ間が戻りますが、気温が上がらず風の冷たい1日です。北見は夕方から雪が降りそうです。金曜日はさらに寒く、札幌と旭川では3度までしか上がりません。新年度は雪のスタートとなりそうです。次に暖かさが戻るのは日曜日以降です。